任務の帰りかいたち。もう3年か。もう下に任務があるからね。あ、そうか。里の辺境に追いやられ、それはお前も知っているな。父さんは内派の顔だからね。俺も一緒に歩けて鼻が高いよ。イタチくん？泉。ごめんね、イタチくん。お父さんと一緒だったのによかったの？ああ、いいんだ。くんが下人になって以来かな。あの時、お祝いも何もしなくて。お祝いの代わりにはならないだろうけど。こんなものでよかったら、一つどう？おかしいかな。そうじゃないの。ごめん。チャリンガンでも出しそうな勢いだったんだもん。ああ、おかしかった。ごめんごめん。お詫びに本当にお礼をさせて。何か欲しいものとかないの？そういえば彼女。でも、それは私にはあげられないよ。次の任務だ。イチャついてんじゃねえぞ。イタチくん。シャリンガン、早く開眼するといいね。この前買っていった区内の使い勝手はどうだったい、イタチ。はい、なかなかのものでした。あかんねえよ、水無月先生。猫見つけるだけだろ。なんでこんなものつけなきゃなんねえんだよ。天馬は相変わらずシャーしかねえ。父からも礼を言っておけと申し使ってます。はぁ、起きるじゃろ。依頼したのはただの迷い猫探しではない、人形の捜索じゃ。ってもんはねえのかよ。恥？任務の遂行に見た目は関係ないと思いますが。はいはい、喧嘩しないでね。んだよ、任務なんだから仕方ねえだろ。やっぱり見ようと。あんなおかしい。はいはい。つうか、あの人形のことだけどよ、そいつがちょっと特殊な猫らしいんだわ。イタチ、天馬たちと合流しよう。わかりました、呼んできます。で、どげんしたと？任務は完了したようなもんだが。よし、僕が。売られちゃったにゃ、一族の連中め。君の話を聞いて大変共感したもんだから、もう少し話をしたいと思ってね。一杯飲むにゃ。そうか、おみゃもモテない口にゃ。見る目がないというか、男を見る目がないというか。彼女の悪口言うにゃ。相手になってやるにゃ。まずはあの機動力を何とかしないと。肉球。モフ。あの尻尾でバランスを取っているんだな。どこ狙ってるにゃん。え？この旅はお世話になったにゃ。こっちはうまくいったけど。一族のために最高の嫁さんを探したつもりだったのにゃ。にゃにはともあれ、無事でよかったにゃ。あれのヒゲどうした？必要最小限の戦闘にとどめるために仕方なかったんです。切ったのかい。てめえ、俺を助けた気になってんじゃねえぞ。そんなつもりはないです。そげな言葉言いよると、あんたも難しい言葉言わんと。仲間か。
けの。いや、あの時あいつを助けたのはそんなに深い思いがあったわけじゃない。仲間よけ。あんなことに。この借りは必ず返すからな。死んだんだ。大切なものを失いたくないという気持ちに。里としても8歳にしてシャリンガンを開眼したお前の力を見ておきたいというところか。お前もいつかこの目を持つ日が来るんだろうか。だが一族にとっても同志が増えたのは喜ばしいことだ。もちろん俺も誇らしく思う。兄さん、今日は遊ぶって言ったのに。だが任務なんだ。許せサスケ、また今度だ。ああ、死んだんだよ父さん。しかしチャリンガンを手に入れたからといって慢心してはいかんぞ。仲間が死んだんだ。それなのに父さん。はい父さん。悪いなサスケ君。お兄さんを借りてくよ。サスケ君、俺のことまで睨んでいたぞ。浪人止水からの依頼だ。これは任務と言っても嘘にはならないだろう。半分はな。サスケは賢い子だから分かってくれると思う。苔を踏んだ後、さすが止水だ。石？そうだ。裏が乾いていて表が湿っている。これはやっこさん、枯れ木を踏んだか。よく気づいたな。この匂い。上出来だ。行こう。俺一人で逃亡者を見つけるなんて無理だ。もっと追跡スキルを身につけないと。それは魚のこすった後だな。半分は正解だな。ああ、飲めよ。お前は優秀だからな、イタチ。追跡スキルがなくたって場合によっちゃ先回りすることもできる。そうか。そういうことだ。許せる相手と飯を食うのはいいもんだ。今日はいろいろ教えてもらった。それが俺には嬉しかったんだよ。ほら、冷めないうちに食えよ。俺が本当に優秀ならあいつは死ななかった。それで嘘をついたのか。うちにいたくなかったんだろ。止水は最初から俺の気持ちに気づいていたんだ。追っても暗部。我らは里の裏切り者を追っている。この者が裏切り者だという証拠は。面倒だな。なぜ同じ木の葉同士で争う。何も見なかったことにして立ち去ってはもらえぬか。ウイの裏切り者と里とでは重みが違う。この密書はホカゲ様に渡す。ホカゲ様が公平な裁きを下してくださるのだ。止水なら。ほう。問題ない。私の糸には毒が染み込ませてある。刃をちらつかせ力を誇示して保つ秩序など平和とは言えない。影から平和を支える名もなき者、それが忍びだと俺は思う。ウチハが図に乗って我らに盾つくとはな。子供とて容赦せぬぞ。ウチハをなめるな。それにあいつは優秀だ。子供と思ったならすでにシャリンガンを。
言える。これがシャリンガンの力。攻撃はもう全て見切った。それはどうだかね。イタチも大丈夫のようなら、こっちも終わらせる。なぜだ言ったはずだ、全て見切った。中心の術、止め。演習を監視している常人たちが気づいたような。彼らは常に闇の中より見ているぞ。ウチハ止水、ウチハイタチ。あの時俺がもっとしっかり敵を見ていれば。それよりこの者は今夜のことをなかったことにしたいんだ。以上ではない、気にするな。影から平和を支える名もなき者か。イタチ帰るぞ。うん、いくら優秀だからって無理をするな。笑うことないじゃないか。嬉しくてな、俺はお前を本当の弟のように思ってるんだ。止水。ん？暗部のことだけど。ああ、今日の演習で分かっただろ。物事の見方は一様じゃない。眠っていいんだぞ。俺はお前を絶対に裏切らない。こうなったか、止水。今日から暗部に所属することになった宇治葉イタチです。よろしくお願いします。中からこの葉を見つめてみることにするよ。